こんにちは、チーフの三浦です。7月18日、本日のロンキャッティングをしています。今日は広末涼子さんや板尾逸さんなどの誕生日ですね。今日誕生日でした。おめでとうございます。さて、本日は新着物件1件入っておりますので、そちらをご紹介させていただきます。はい、ツイートのところにですね、7月18日、富士河口小町船津テラスハウス鍋、そのままテラスハウスの物件ですね。今月下旬、入居可能な物件入ってきてます。6万3000円。まあ、2階建てで1階2階が使えるんでですね、上下階のトラブルはございません。このテラスハウスは、ペット飼育可能ですね。でペットを飼育する場合はこちら保証金が1ヶ月のところが3ヶ月になるんですね。ただあのオリコの契約をするとですね、最初に総額賃料の 10% で、保証金がゼロになる契約もできます。1階がリビング、2階が洋室2部屋ですね。場所はですね、川口湖駅とショッピングセンターベルの間あたりですねになります。まだ入居中ですけれども、動画があるんでですね、気になった方チェックしていただければと思います。はい、ちょっと私の方は東京出張がありまして、次回コロンティア TV の更新は、何日でしょうか、金曜日に予定しておりますので、またその時よろしくお願いします。ではご視聴ありがとうございました。